ズは効くぜ。切り裂け、チャンスです。ブーストがおすすめだよ。全力でいきましょう。頼む、アニエス。良さそうな宝箱です。これで一安心ですね。アニエス、よくやったな。ざっとこんなもんってな。やるじゃねえか、アロン。お宝じゃねえか。効くぜ。勝負ブーストのチャンスよ。
終わりだ。チャンスです。ブーストが進めだよ。ドライブ開始だよ。ブーストが有効だよ。ザイト駆動。あとは頼んだよ。スイングビーバータイムだ。頼んだぜアニス。見とれたかよ。やるじゃねえかアーロン。天文台にあった中央端末の片割れにあたるプロトタイプか。うん、かつて廃棄されたツインコアターミナル方式の試作演算機。この場から七葉脈にも接続することでバーゼル周辺全てのリソースを利用する。多分ネット回線を切断しても止まらない。ここまでのシステムを組み上げるなんて結構苦労したみたいだよ。まさに血と涙の結晶ってやつだね。いやここを嗅ぎ当てるとは、さすが裏解決屋とでも言っておこうかな。マルルックの SC 抜きでたどり着いたこと、素直に敬服しましょう。てめえらの土伏せえ企みの匂いをたどってきただけだ。それに抜きじゃありません。ちゃんと思いは受け取ってます。うん、気に触ったのなら謝罪しますがでも実際想定外だったね。どうしようか教授。煩わしいことこの上ないな。どこまでも私の邪魔をしたいらしい。当然か、偉大な死の功績がまさに超えられようとしているとあっては。だが、あと一歩で思考の数式は完成する。我が悲願にして人類が踏み出す新たな一歩。これ以上水を差さないでもらおうか。キャラハン先生、共和国最高レベルの頭脳をシステム上に再現した超高性能 AI。 肉体を捨てたことで休息を取る必要すらなく、
無制限の高速思考実験を実現したわけだ。天才がベースとなってる以上、ある意味1年半前を超えているかもな。それを可能としたのがその青いゲネシス。そして今まさに悪魔の兵器を実現しようとしているんですね。やれやれ、お嬢さん、そのような呼び方をやめてもらおうか。軍事分野の研究は科学を数段押し上げ、人類をさらなる高みへと導くのが常。今や当たり前のように普及する動力通信や飛行船と同じように、この反応兵器もゆくゆくは平和の道へとつながっていくだろう。派生技術を使って能力をはるかに超えた高エネルギーを人類にもたらすほか、例えば全ての国が保有することで愚かな戦争への抑止力とするなどな。正気の沙汰じゃねえな。ああ、仮に生まれちまったが、最後はそいつが振りまくのは恐怖に他ならない。1年半前のクロスベルでも同じ理屈で最終兵器が生み出されたそうだが、そんなもんで平和が手に入るなら、あの再事変も成功してたんじゃねえのか。先生、もうやめてください。研究者や技術者にも超えてはならない一線がある。人体実験、生物兵器、精神操作や洗脳、人遺伝子の操作、物質の原子構成を反応融合で操作するのも制御不能な熱量を世界にもたらしかねない。安定的な動力技術が確立した以上禁忌とすると理科大学の倫理会議でも決定し、他国の大学や技術工房もそれに続いた。そう抗議してくれたのはあなたでしょう。それはま、とは言っても可能なら手を出すのが人の差がじゃないの。暗黒時代の魔導技術とか何でもありだったみたいじゃない。古代に至っては文明一つが消し飛ぶような大崩壊ってのも起きた。綺麗事言ってんじゃないよって話だよね。違う、女神が司る世界の神羅万象、確かにそれを解き明かすのが学問と技術の使命だ。でもそれは僕たち自身、人間の実存を通して行われるものだ。そして人を人たらしめているのは社会であり、他者との関係そのもの。その部分が揺らいでしまったら前提がそもそも崩壊してしまう。だったらやっぱり守るべき一線はあるはずでしょう。僕たち学者や研究者、技術者が人間性を手放す深淵に落ちないためにも。ハミルトン博士の指定揃ってどこまでも青臭い理想論を。だったらどうしてカトル君に連絡したんですか。すまない、どうやらしくじってしまったようだ。どうか止めてくれ。あいつらは私の。そんな風になる直前のあなたは悔いていたんじゃないんですか。マフィアを受け入れ、取り憑かれたように悪魔の領域に踏み入ってしまったこと。だけど迷いと懊悩の果てに、それでも本当の自分を取り戻して、最後の最後でマフィアに抗おうとしたんじゃないんですか。何よ、バカな。ま、そう考えると確かにあの言葉の辻褄は合ってくるな。だが抵抗むなしく返還は行われ、用済みになった肉体だけが取り残された。最後の言葉を今のあんたが覚えてるかどうかはわからないが、たとえ再現された存在だとしても理解はできるんじゃないですか。あのハミルトン博士のライバルにして未だ大勢に慕われてるあんただったら。バンさん、アニエスさんも。で、
つまらない話は終わりかい？妄想じみたご考説をありがとう。憶測ばかりで退屈だったけどね。ま、高次元の存在へと昇華したあなたが今の話でほだされるとも思わないけど、こちらとしてはあなたが今さら全てをひっくり返したとしても構わないよ。あなたをお払い箱にした政府と生意気なクロンカイト教授への一種返し、エル・ハミルトン、いや、シー・エプスタインすら超えられるかもしれない最高の栄誉、努力と執念、踏みにじってきた助手たち、あなた自身の犠牲も全部無駄になっちゃうけどね。メルキオロ君、冗談でもやめてくれたまえ。私の決意は揺るがないと思う。夢にまで見た答えが目の前にあるのだから。ああ、そうだ。引き下がってたまるものか。引き換えにした全てを無駄にしないためにも。先生。そんな。だったら力づくしかなさそうだな。はい。少なくとも悪意を囁く陰譜は払うべきでしょう。ああ、そうすりゃもう少し冷静に話ができるってもんだろ。昨日より一人少ないのになかなか余裕があるじゃないか。だったらこちらとしてもさらに期待に応えなくっちゃね。こちらも第一制限を解除します。イシュタンティ、モード、ドミナトゥス。翼の数2から4に変動。やべえなあれは。だがやるしかねえ。落とし前をつけさせてもらうぜ。はい、リゼットさんの分まで。行こうフィオ、ゼロス、絶対に止めるんだ、僕たちの手で。さあ、僕の胸に飛び込んでおいでよ。モード、ドミナチュス、命の保証はいたしません。オミアさん、輝く、エトワールレイ。プレゼントだよ。まとめて蹴散らします。この戦車で行きましょう。遅いです。燃え尽きる。チャンスだ。これは効くよ。全力で行きましょう。オプティカルカノン。バンさん、こいつは効くぜ。どんどん行こう。まとめて相手だ。任せたよ。呪いぜ、けらいだ。特訓します。オーロラビン。はっ。私が相手です。ブーストが落ちるなよ。一斉に行きます。全力で輝く、エトワールレイ。後期です。ブーストが有効だよ。これは効きますよ。ガンガン行くぞ。これは効きますよ。オンザイザー、行きます。やーく。へえ、粘るじゃないか。想定以上です。これにて終幕です。踊りましょう。イシュタンティ。アウルナ、シャングリラ。チャンスだ。
シャードブーストのチャンスよ。油断は禁物だよ。登場だ。お兄さんこちら。ブーストが有効だぜ。ガンガン行くぞ。全力で行きましょう。始めようか。それ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 。はい、ドッカン。まとめて蹴散らします。エンジャーを開始するわ。出力最大だよ。はぁ、これで切れます。やぁとどめです。イグニスランペース。まさか。ソロよ。バンさん。チャンスだ。しまいにしようぜ。せい。ダンダライズレイダー。ゲージが拡張したわ。ちょっとイラっとくるな。やったか。成長しました。やった。どうだ最高野郎。やってくれるじゃないか。昨日以上の連携ならばこちらも。今のうちに端末を。え？け、まずい。捨てなさい。来ていましたか。間に合ったみたいね。大丈夫かしら、アニエス。お兄さんたちも。レン先輩。来やがったか。どういう風の吹き回しだい。もう引退したって聞いてたんだけど。結社見喰らうヘビ、元執行者ナンバー15。は？あの野生狼に並ぶという。人の黒歴史を宣伝しないでほしいわね。ソーンの管理人さん、水を差すつもりはなかったけど駆けつけさせてもらったわ。可愛い後輩が向かった場所にそんなズルが仕込まれてる以上ね。あの輪郭、まさか。ちっ、やっぱりか。アサルトフレーム。親方が言っていた行方不明のパーツ群を組み上げたのか。しかも胸にゲネシスを。メイトイ
いつもこいつもごちゃごちゃ騒ぐんじゃない。その声はまさかキャラハン先生ですか。もう少しだ、もう少しで思考の数式がこの手に。これ以上邪魔だてするな。くそ、あの機体に乗り移ったのか。こっちは足止めする。あれはなんとか切り抜けなさい。いいでしょう。それじゃあ遊ぼうか。先輩、あいつなら大丈夫だ。俺たちはこっちを迎え撃つ。さすがの新兵器だが組み上げが甘かったらしいな。関節部の裏側に隙がある。なんとか崩してゲネシスを止めるぞ。ああ、頼んだよ。真打ち登場だ。ザイファ駆動、エンジャーを開始するわ。アニエスさん、ドレベリちゃん、なんだ、笑いをつけろ。アロン、行きます。行きます。ネリも寄せろ。これは効きますよ。決まってけよ。ベリちゃん遅いです。燃え尽きろ。Yeah!
らよ。くらいやがれ。続けやバン。こいつは効くぜ。こいつは効くぜ。頼んだぜ。終わりだ。そこだ、フェリー。あー、これで切れます。やー、とどめです。イグニス、ランページ。敵機動兵器、行動停止。どんなもんだっつの。お兄さん、アニエスたちもやるわね。いや、まだまだこれからみたいだね。ゲネシスが七葉脈から直接力を吸い上げてるのか。アニエスさん、クソが、距離を取りやがれ小娘ども。数式の完成、邪魔する者は消えるがいい。メアちゃん、ちょっといい加減にしてほしいんだけど。まさか毎度毎度わざとやってるんじゃないでしょうね。出やがったな。いいからやれ、とっととやれ。あんたね。この空間は、それにそのホロは、また変わった子が触媒になってるみたいだし。まあいいわ。それじゃあ悪夢をまとう、まとわな。ねえわけねえだろ。って最後まで喋らせなさいよ。ねえい、シャード展開、テイクザグレンデル。問いやがったか。あれが出ましたね。やっぱ上がるけど、頂上人形相手にどうだろうね。これは一体、まさかあれがバンさん。今はアートです。カトル君もどうかサポートを。邪魔をする。これは効くよ。オプティカルカノン。負けないで。
この調子でいきましょう。お願いします。私が相手です。うんこはおすすめだよ。たまらなんだ、すりつぶしてくれる。ドライブ開始だよ。はぁ、グライデン。やっ、こっちのものね。この調子でやばい。うわぁ、吹き飛べ。ふざけるな。やっ、いくよ。あとは頼んだよ。真打ち登場だ。ドライブ開始だよ。超時間だよ。この望むところです。はぁ、成長しました。やりました。当然だね。うまくいったみたいだな。あの一瞬でゲネシスを。手癖の悪い野郎だぜ。止まった、止まってしまった。あと 0.03%、 あと少しなのに。キャラハン先生、あれがゲネシス。それに彼の、やはり興味深いですね。多少は。ああ、せっかく時間をかけて仕込んだのにさ、これじゃあボスにどやされちゃうよ。どうしてくれるのさ、教授。メルキオロ君、なんとかしてくれたまえ。あとたったの 0.03% なのだ。このままでは何のために私は。ご愁傷様だったね。それでどんな気分だい。あなたの人生が、研究がたった今台無しになっちゃった気分はさ。頑張って頑張って下道にも落ちたけれど、完成しなけりゃ結局はただのゴミだよね。ねえ、どんな気持ち？ねえねえねえ。はあ、これなら無理してでもクロンカイト教授をたぶらかせばよかったの。メルキオル、ナブルヌはそのくらいに警官隊に遊撃士が接近しています。これ以上の長いは無用でしょう。おっと、そりゃ大変だ。目標発見。この状況どうなってるんだ。オルボワール、僕らはこれで失礼するよ。無駄足を踏ませてくれた借りは
いずれ返させてもらうからね。ダメだ、システムの自己崩壊を止められない。動力ネットや供給網への再接続も不可能。ここまで高性能な AI を維持するのはもう…それじゃあこのまま…すみません、ゲネシスももう反応しないみたいで。アニエスさんのせいじゃない。僕が何とか、何か方法が…最終音君、私が愚かだったのだ。研究者としての一線を踏み越え、悪魔の兵器を現実にしようとした。たぶらかされたなどは言い訳だな。全ては私の意志で、因果応報だろう。でもキャラハン先生、まだ私を先生などと呼ぶのかね。いや、そんな君だからこそたくさんの哀れかもしれないな。このままでは私は研究者としても無駄死にだ。だからせめてサリシオ君、どうか今回のことを役立ててもらえまいか。反応融合式こそ完成しなかったが、解析中にいくつか副産物を発見してね。この数式データは、おそらく平和利用できる類の未発見の数式だ。私が消えた後、この端末を解析すれば、あるいはでも先生、それは技術的得意点の副産物、簡単にはいかねえだろうな。ええ、人類が何十年もかかってたどり着くような領域の代物でしょうから、それこそ天才が数人レベルで集まらない限りは。やはり無理か。おそらくクロンカイト君ですら一人では、せめてもう一人か二人、それこそ彼女がいてくれれば。見くびらないでいただきたいと言いたいですが、確かに無理ですね。あんた、ヤンニー、クロンカイト君、私は今回の顛末についてのコメントは差し控えておきましょう。研究者は成果が全てとはいえ、誰しもが憧れなくもない境地を垣間見られたのは何よりです。そうだな、私はここで退場する。後のことは君や後進たちに託そう。これからもカルバードの、いや、世界の先端を駆け続けて。私は私の道を行くに過ぎません。ただし、あなたの発見した数式は多少は役立たせてもらうつもりですが。ええ、私たちが決して無駄にはしません。あの人は、あ、博士戻ってきた。ただいまフィオ、ゼロス、それからカトル、遅くなってしまったわね。グランマ、三皇帝の一人、ラトーヤ・ハミルトン博士。私も直接会うのは初めてね。なんとか間に合ったみたいですけど。キャラハン、このバカ野郎が。エスネレ君にジスカール親方、そしてハミルトン博士、
らっしゃったのだな。ええ、人づてに今回のことを聞いて急遽帰国させてもらいました。あなたとは切磋琢磨し合った中、こんな形で別れるのは残念でなりません。その言葉だけで報われるというものだ。あなたに憧れ恋ようとした身には、どうか後のことは任せてください。数式については私とクロンカイトが何としても解析してみせます。もちろんエスメレーやカトル、あなたの助手たちや職人街の皆さん、あなたが愛し育んできたバーゼル全ての力を借りてでも。及ばずながら ZCF や財団も協力できると思うわ。そうか、私もそうすればよかったのか。最後の最後で最も難解な数式が解けた気分ですよ。ありがとう博士、ありがとうサリシウム君たち、解決屋の諸君に、リビエルのお嬢さんも。これで思い残すことはない。さようなら、キャラハン先生。どうか女神の下で安らかに。そう落着したか。リアクターウェポン完成していたら我が社でも運用できたかな。いえ、むしろ我々の存在意義を危うくすらさせる代物だったでしょう。戦術も戦略すらも無意味と化してしまう。禁じてそこに目をつけること自体に A の脅威を感じざるを得ません。ああ、かの結社も追っているようだし、我が社にも想定外だったのは同様だ。中期目標の達成のためにもトワイニング君の復帰には期待しようか。ええ、こちらも最大限サポートします。大学の発表によれば、その数式の応用により七曜石からの動力抽出効率は格段に向上するらしく、今後の技術界にも大きな影響を与えるだろうと専門家たちの期待が集まっています。この画期的な発見は故キャラハン教授による最後の研究成果によるものであり。皆さん、やり遂げられたんですね。お前の先輩や関係者も手伝ったみたいだしな。あの天才教授は蹴りがつき次第とっととバーゼルは離れたみたいだが。天才が二人もいなくなって、あの CEO もこれからが大変そうだな。ま、ベルヌの株自体は今回の件でさらに爆上がりしたみたいだが、博士も一時的とはいえ戻ってきた。今のところは安心なんじゃねえか。ハミルトン博士、何度かお話は聞いていましたが本当に素敵な人でしたね。はい、本当に。そう、
あなたがリリアさんのお孫さんになるのね。確かに面影があるわ。優しくて芯の強さもあって。こちらが曽祖父の手記です。懐かしいわね。確かにたまにつけていたわ。ああ、これはあの時の私やアルバート、ゲルハルトのこともまるで昨日のことのようだわ。俺もガキの頃に一度会ったきりだな。立ち入るつもりはないけど、その最後の言葉確かに不気味ね。あなたが何としても集めたくなるのもわかる気がするわ。はい。全てが終わるですか。ゲネシスも含めて冗談とかじゃなさそうですね。冗談みてえな出来事なら今回も含めて何度も起きてるがな。八つのうち五つが今私の手元にあります。やっぱり三皇帝の皆さんに預けた方がいいのでしょうか。アニエスさん。いいえ、それは私たちの手にも余るでしょう。エプスタイン先生が何らかの方法で形にした世界を測る8つの観測実験機。研究者らしからぬ言い方だけれど、ここまでの経緯も運命的なものを感じるわ。しばらくこちらに留まることにしたし、ラッセルたちにも連絡を取ってみましょう。ちょうどどちらにも縁がある子が来てくれたことだしね。橋渡し役は任せてちょうだい。技術連盟の話も進められるし。それとリゼットさんについてもどうか任せてちょうだい。エスメレ、擬態パーツの接合調整のめどはついているのよね。ええ、ご本人も優秀な SE ですし、博士が手伝ってくれるなら万全ですよ。細けえパーツ調整は任せてくれや。職人がいでミリリジュ単位で仕上げてやるぜ。頼もしいですね。はい、本当に良かったです。まあマルドックの方はともかく、うちのスタッフのことくれぐれもよろしくお願いしますよ。え、任されました。バンさんと言ったかしら。私が頼むのは変かもしれないけれど、恩師の遠い忘れがたみのこと、これからもどうかお願いしますね。それと他の子たちもとっくにそのつもりみたいだけど。ま、雇用主としての務めならきちんと果たさせてもらいますよ、バンさん。よろしくしてやってんのはむしろこっちだけどな。どうしたのカトル。博士が戻ってきてくれたのは本当に嬉しいけど、結局何もできなかったなって、自分の未熟さがつくづく嫌になるよ。カトル、こら何言ってやがる。今回俺たちスプリガンをこの解決に導いたのはお前だろうが。はい、廃工場に至る手がかりも、キャラハン教授が自分を取り戻せたのも、カトル君が諦めずに頑張ってくれたおかげだと思います。動力ドローンでのサポートもすごく助かりましたし。ま、フィジカルもメンタルもまだまだの小僧にしちゃ上出来だぜ。褒めてやるよ、特別にね。なんでお前が偉そうなんだっつの。ほんと恵まれた一門ね。ありがとう、私の留守をちゃんと守ってくれて。それから改めてただいま、カトル。うん、おかえりグランマ。そういえばアニエスさん、視察研修のレポートはどうでした？バッチリでしたよ。オデットたちと合わせてかなり充実した内容にできたので、校内での評判も良くて、レン先輩がいろいろとごまかしてくれてよかった。
少し後ろめたいですけど。なんだかんだいい感じで染まってんじゃねえか。一線はわきまえてますから、バンさんよりは厳しめに。っておい。あ、焼き栗なくなっちゃいましたね。いや、しかし今年もいい出来だよな。この香ばしさとホクホク感が深まる秋を感じさせるつーか。また始まりやがった。最後の一つも取ってやがるし。大丈夫ですよ、そちらにもう一つ包みありますから。失礼します、皆様。おっと、リゼット・トワイニング、ただいま戻りました。リゼットさん、ジャスト3時。相変わらず律儀なメイドだぜ。もう大丈夫みたいだな。はい、ハミルトン博士と門下の皆様、それ以外の方々のご尽力のおかげで擬態パーツもアップデートされて、むしろ以前より調子がいいくらいです。ご心配をおかけしたみたいですね。当たり前じゃないですか。本当によかった。お帰りなさい、リゼットさん。ありがとうございます、皆様。前回の報酬も含めて、いろいろと事務仕事も溜まっててな。早速手伝ってくれるか。もちろんです。と、その前に。見つけた、アニエス、フェリー。フィオちゃん。だー、なんだ。ゼロスも。ステイ、ゼロス。フィオも戻っておいで。カトル君、どうして。処置後の経過確認がてら、ここまで付き添っていただきます。それとは別にお話もあるそうです。うん、ちょっと狭いけど有線ネットも通ってるみたいだね。これならなんとかやっていけそうかな。え、おい、まさか。うん、あなたたちをしばらく手伝わせてもらうことにしたよ。博士の勧めもあったけど、あくまでも僕自身の意思でね。アニエスさんのゲネシスはもちろん、あなたたち自身にもいろいろ興味が湧いたから。グレンデルとか、あの目あってホローについてもね。ギャ、まあ無理からぬことかと。それにバーゼルの一件に限らず、どうやら裏の世界でも予想以上に技術犯罪が増加しているみたいだ。これからの裏解決屋には技術顧問も必要なんじゃないかな。お、それは確かに心強いですね。ええ、私の専門はソフトで、ハードは専門外ですし。銀色と黒いのの支援と戦力も悪くねえしな。ま、所長殿次第だろうが。ああ、もうこうなりゃ4人も5人も同じことだ。後でついてこい、大家に紹介してやる。ありがとう、バンさん、これからもよろしく。その前に、リゼットさん、カトルさん、ホクホクの焼き栗があるんです。コーヒーも入れ直しますから。バーゼルの件はご苦労だった。危機管理的にも難しい状況を見事クリアしてくれたようだね。いえ、担当スタッフと広告側の代理人たちがよくやってくれました。あのタイミングで MK 社を動かす契約をされていたのは予想外でしたが。何、ミラ次第で動く連中だ。いろいろ使い勝手がいいというだけさ。
本質的に中立でしかない外国企業、どこまでも割り切る必要はあるがね。そういうあり方は君も嫌いではないだろう、ヤンクロン・カイト教授。ええ、無能な経営陣に使われるよりはずっと。ベルヌの CEO がそろそろ替え時なのは間違いない。ハミルトン博士が戻られている間は現状維持で構わないだろうが、再び離れられたタイミングですぐにでも計らうとしよう。ええ、それがいいでしょう。それでは予定通り今後は本腰を入れてもらおうか、共和国に、いや世界そのものに確かな変革を促していく計画。カルバード共和国軍ゼクー宇宙軍基地の完成と運用開始に。素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。確かに受け取った。文句なしだな。光栄です。カトル・サリシオン、フィオニ・ゼロスともども、しばらくお世話になるね。